本当村田と中田よ浜月です。今回はですけれども、あの伝次郎先生のお弟子をなさっている元気先生の実験室にお邪魔しました。元気と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ずっと前からマフマさんのこと大好きで、ありがとうございます。CD とか聞いてます。ありがとうございます。お願いします。楽しみ、楽しみ。なんか、体のものが置いてあるんだよね。新しい武器ですか？何が面白いかなと思って、ハラハラドキドキするもの。あ、透明な筒があるんですけど、ピンポン玉を時速800キロで間に打ち出してみる。800キロ？はい。実験をやってみたいと思います。ちなみに時速800キロって新幹線が200、300キロですよね。でリニアモーターカーで600キロ、だからそれを超えてる感じですかね。どんな威力か、じゃあまず試してみましょうか。はい、はい、実験開始。よーよー、今までありがとう。本当は俺死ぬ感じ。まあ原理なんですけど、この缶の中を真空にします。真空にした状態でここに鉛筆とかで穴を開けると、ここから急に空気が入ってくるんですね。空気で押されて、すごい速さでピンポン玉が発射されてしまう。へえ、なるほど。はい、それで800キロになるんです。そうですね。でこの缶の長さによって加速する空気で押される時間が変わるので、長く押しているほどより速くなる。だから今2メートル用意してます。じゃあまず真空にしますね。はい、じゃあ準備 OK です。すごい早っ。いつでも。おい、じゃあ行きます。おい、スタート。3、2、1。あれ、割れない。え、刺しちゃってる。そう、刺しちゃって普通に。3、2、1。うわびっくりした。え、貫通してる。どこ行った？ピンポン玉。無事でした。無事だ。すげえ。ちょっとね、硬い発泡スチロールなんです。うわ、本当だ、めっちゃ硬い。ね、人間が受けたらさ、吹き飛びそうじゃない？こうなるね。え、どうする？次なんかもっと別の。じゃあピンポン玉なんだしさ、これでちょっと変えたけど大丈夫？いや、さすがによ。ミスったら。いや、だってこれピンポン玉返すために作られたもんだよ。そうだよ。さすがにやらじゃないよ。やりますか。やってみましょう。あ、サンタ持ってくれる。あ、すごい。あ、こう、右手で。おお、イメージトレーニング完了してる。そのライトのところだよね。そうですね。両手で持っててもらって。ちゃんとまっすぐ行くんですかね。たまに曲がるときあります。いきます。ちゃんと飛ばすときって。一、二、三。3、2。もう一回いきます。3、2。うわ、もう。どうなったんですか。ラケットつえ。なんか跡ついてない、なんか。え、ついてる。あ、ブレてる。てか力で持ってかれてる。おい。やだよ、だって絶対危ないもん。噛んだよ。だってさっきまで元気先生これつけてなかったら今つけてる。一応あの金属だから念のため。やっぱり危ないじゃん絶対。いきます。やばーい。おい、はい、1、2、3。うわー、死ぬ。当たったら死ぬ。なんかあいついや、こっちがこんなになった方が。確かにピンポン玉もだから時速800キロで押し出すと缶を打ち破るくらい強くなるっていう。でもまあ全然あのピンポン玉だから安全っていう。安全だよ。おー、すげえ。村田さん反応してないから。まだ気づいてないの。今までありがとう。もし当たっても痛いだけです。痛いんだ。オッケー、任せろ。書いてやる。これ絶対離さないからね。お、いい感じ。怖い。じゃあ真空にします。いやー、あのマフマフに800キロのピンポン玉打ち込んでいいのか。なんかいいことある。俺は800キロだ。やられもらえ。3、2、1。お、大丈夫。衝撃やば。え、ピンポン玉消えた。どこ行った？これ、これじゃない？え、ちょっと
なくなってる。うわ前から何回もやってるんですけど、一番うまくいきましたね。お願いします。いいのか、よかった。おい、3、2、1、うわうわふざけたふざけたまあそうなるわな。いや、まあ、危ねえよ本当に。すげえ飛んできたからね。俺も豆腐だらけだよ。うおすげえ、すごい。え、どこ行ったと思う。飛んできて、このピンポン玉が割れてる。割れてるんだ。出るんすか。ここに、なんかピンポン玉が。すげえ。引き分けってことっすか。そっか、両方やられてるから。うわー怖い。いくよー、3、2、1。うわー、おー、なんか音がした。なんだなんだ、すごい、跳ね返った跳ね返った跳ね返った横通してよかった。おーおー、なんかすごくらしいやん、すごい。ゴムゴムの風船は本物だったんだよ。確かに。